おはようございます、シャローン。おはようございます、シャローン。シャローン。おはようございます、シャローン。はい、モンコさん、おはようございます。リエさん、ハレリア、皆さん早いですね。ユウさん、おはようございます。皆さん、この放送を見るために、来てくださって、早く起きてくださってありがとうございます。皆さんはイエス様を求めています。マイちゃんさん、おはようございます。皆さんはイエス様を愛しています。ガッデムさん、猫ちゃん、はい、おはようございます。皆さんのその上かわき、皆さんのイエス様に会いたいというその気持ち、それはイエス様に届いていると信じます。今日が伸びてですね、もう太陽が、出てます。もうすでにですね、放送前からもう朝日が出てます。私たちは太陽を拝んではいけません。太陽を拝んではいけませんが、私たちは太陽を見るとき、私たちも太陽を見るように、太陽を見るように、ちょっと YouTube がちょっとダメですね。WTR さん、ハレリア、牧師の放送を見てると良い一日のスタートを切れます。ルールさん、おはようございます。アイポンさん、ガロードさん、おはようございます。ちょっとですね、 YouTube がやっぱり調子が悪いですね。ちょっと場所を変えましょうね。ちょっと場所が悪いです、すいません。ですね、はい、場所をちょっと、すいません、ちょっと場所が悪いです、すいません。YouTube は難しいです。なかなかうまくいきません。はい、ちょっと場所を変えましょう。なかなかですね、うまくいかないですね。少し場所を変えました。ここはどうでしょうか。ルルさん、キュちゃん、最近ツイッターやニュースで動物の虐待動画をよく見ます。サダンが私に嫌がらせをしているのでしょうか。見るたびに辛いです。そうですね、それはサダンが、この世を支配しているということを表しているのではないでしょうか。サダンは人間をいじめているだけではなく、動物もいじめているんですね。サダンは動物もいじめています。ちょっと電波が悪いので少し場所を変えましょう。ですからルールさん、動物のためにも私たちは伝道する必要があります。伝道することによって私たちはサタンの力を退けることができます。ごめんなさい、ちょっとですね、YouTube がうまくいきません。YouTube がうまくいかないですね。ごめんなさい。YouTube はですね、なんかちょっと電波がある程度強くないと YouTube はできないみたいですね。iPhone さん、おはようございます。はい、そういうわけで皆さん、動物虐待、動物虐待じゃなくて、あれですよね、幼児虐待もそうですね、幼児虐待もあるということはね、それはあれです。どこが電波強いんでしょうね。この辺はちょっと電波どこも強くないのかもしれませんね。ダメですね、
すいません、電波が弱くて、ダメですね。幼児虐待もあるということは、ね、動物虐待もあるということです。それはサタンがこの神様の作ったものを破壊している。人間も動物も神様が作ったものです。その神様が作ったものに対して悪魔は、なんて言うんでしょう、破壊していると言ったらいいでしょうか。悪魔は、神が作ったものを破壊していると言えるでしょう。ですから私たちはその動物虐待、幼児虐待のその根本的な理由を知る必要があります。ですから、いじめとかパワハラも同じ理屈です。いじめも パワハラも悪魔が人間を通して、虐待しているということになります。YouTube ダメですね、ごめんなさい。 YouTube うまくいきません、申し訳ないですね。はい、ルルさん、納豆さん、予定説と自由意志の矛盾について説明できるのでしょうか。アイシュビッツや原爆も神のおぼし召し。いや、そんなことはないですよ。アイシュビッツや原爆は神の御心ではありません。サタンがしていることですね。サタンがしていること。モークさん、サタンがこの世を支配しているので悪人がもてはやされていてとても辛いです。イエス様が早く世界を統治してほしいです。その通りです、モークさん、その通りです。私たちは、悪魔を、ね、悪魔の働きを、縛る必要があります。イエス様が来なければ悪魔が人々を苦しめ、また動物を苦しめ、被造物を破壊しています。それが信仰です。信仰とは何ですか。信仰とは悪魔に対抗して、悪魔に対抗して神様が働くこと、神様が働いてほしい、神様が働いてほしいと願うこと、神様が働いてほしいと願うこと、それが、それが、信仰ではないでしょうか。それが信仰です。ちょっとごめんなさい、もう一回チャレンジしてみますね。私たちはこの世は良くなってほしい、人々が幸せになってほしい、世の中から犯罪や罪がなくなってほしいと願います。それはどうすればいいんでしょうか。それは悪魔に対抗しなければならないということです。悪魔に対抗しなければ、悪魔に対抗しなければ世の中は良くならない。悪魔に対抗するためには私たちは悪魔に立ち向かう必要がある。人間の力では勝てません。人間の力では勝てませんが、私たちが、イエス様の力で、イエス様の力で立ち向かう必要があります。そういうわけで皆さん、私たちは、悪魔に対抗するために信仰で歩む必要があるんです。信仰で歩んで悪魔に立ち向かう必要があります。悪魔に立ち向かって勝利することができます。
YouTube ちょっとダメですね。ごめんなさい。ちょっと YouTube はやっぱり難しいみたいですね、今日はね。円場町さん、おはようございます。昨日はありがとうございました。はい。昨日はいろいろ話ができましたね。昨日いろいろ話をしました。はい。そういうわけで、私たちはこの世を良くするためにはいろいろな罪、悪を、打ち勝つためには信仰が必要です。信仰とは何ですか？信仰とはイエス様の力で悪魔に対抗し、この世を神の国にすることです。多くの人は幸せになりたい、良くなりたいと思っています。しかし、どうすれば世の中が良くなるのか、どうすれば幸せになるのかを知らないのです。私たちは知っています、イエス様の力で悪魔に戦わなければ世の中は良くならない、世の中は良くならないということを知っています。二階さん、イエス様に全部助けられると病気にもならないし、怪我もなくなって、結果的に、灯火が消えず、命の灯火が消えずに天国に行けないのではないでしょうか。いや、そんなことはないですよ。そんなことはありません。イエス様に全部助けられなければなりません。私たちは、イエス様の力が必要なんですね。イエス様の力が必要です。自分の力ではニッチもサッチもいきません。自分の力ではニッチもサッチもいかない。そのことを理解する必要があります。 WTR さん、肉の行いではなく霊的な行いを実行します。アメン、アメン。そして私たちは、太陽を拝んではいけません、ね、太陽を拝んではいけませんが、イエス様に対して、ね、太陽を見るように、太陽を見るようにイエス様を見るようになるでしょう。天国行ったらもちろん、神様を顔と顔で見ることができます。しかしこの地上においても今夢の中にイエス様が来てくださいます。夢の中にイエス様が来てくださいます。今、顔と顔の働きというのがあります。それは夢の中にイエス様が現れる方が増えています。そのネットの中でも、リスナーの中でも夢の中にイエス様が現れる方が増えています。もっともっと増えてほしいと思います。ヤギさん、私はもちろんイエス様ではありません。私を信仰してはいけません。イエス様だけですね。イエスキリストだけを信じるのです。私はイエス様の弟子として、イエス様を述べ伝えている一人の牧師にしか過ぎません。勘違いしないでください。二階さん、イエス様は夢でもイエス様です。夢に出てきたイエス様が偶像ということはありません。夢に出てきてもイエス様はイエス様ですから、偶像ではありませんから、心配いりません。皆さんの人生の中でも戦いがあるんです。皆さんの心の中でも霊的戦いがあります。悪魔に勝つというのはこの社会だけの問題ではありません。もちろんこの社会でも私たちは悪魔と戦って勝利しなければなりませんが、私たちの心の中でも悪魔と戦わなければなりません。悪魔は私たちの心に嘘を入れ込み、よりより悪いものを入れ込もうとしています。私たちは自分の心から悪いものを追い出さなければなりません。
そのためには聖霊様が必要です。聖霊様によって私たちの心から悪霊を追い出すことができます。悪いものを偶像を捨て、罪を悔い改めて私たちの心を清くするというのは、私たちの心が清くなるということは悪魔に勝利するということです。そして、私たちの家庭や私たちの領域からやっぱり悪霊を追い出さなければなりません。そこに勝利があるのです。マルコさん、キルさん、お酒少しならいいのでは。いいえいいえ、お酒少しからですね、だんだん増えていきます。聖書に悪いものは、小さな悪も避けなさいとあります、小さな悪を避けなさい。だからお酒を避けなさいですね。お酒を避けなさい、小さな悪も避けなさいとあるんです。ですから私たちは、そのお酒によってお酒に溺れて、お酒に依存して、人生を破壊し、そして家庭を破壊した人がたくさんいるんです。ギャンブルやお酒というのは非常に危険です。せっかくの家庭を壊し、せっかくの人生を壊し、せっかくの人格を壊してしまいます。ですから私たちは、賢くなければなりません、サタンの、まあ、なんて言うんでしょうかね、餌と言ったらいいでしょうか。サタンの餌に飛びついてはいけません。キーチョさん、飲み会に誘われても断るべきですか。断るべきです。飲み会に行ってはいけません。私が土曜日行ったのは伝道のためです。伝道のためにはありえますが、普通は、断るべきです。イエス様は十字架によって悪魔に勝利しました。十字架は、イエス様の勝利、十字架はイエス様の勝利です。そして私たちの勝利も十字架の力です。私たちも十字架の力によって悪魔に勝てるのです。悪魔に勝つことが大事なんです。かわちゃん、楽しむ程度の少しのお酒にとどめておく自制心を持つことの方が大事では。その自制心こそ信仰ですが、心の立法、心の立法、神様によって自制心をもらうことが大事です。しかしわざわざそのなんて言うんでしょうかね、お酒を楽しむ必要は全くありません。むしろ神を楽しむ必要があります。お酒や肉を楽しむのではなく、神様を楽しむ、神様を楽しむってちょっと語弊がありますけど、神からくださるものを楽しむ、それが大事です。神様からくださるものを楽しむ、それが大事です。それでは証タイム行きましょう。証タイム、千歳さん、おはようございます。イエス様を信じて自分の人生が敗北から勝利になってきた。イエス様を信じて悪魔に対抗し、自分の心、自分の人生に勝利がやってきた。勝利がやってきた。敗北から勝利になってきた証。いろんな悪いことをやめることができるようになってきた証。スタート。
この放送で詐欺に遭わなくなりました。近所さん、以前はパチのやりすぎで他人にお金を借りていましたが、今は進行してからやらなくなった。アメン。それは勝利です。パチンコをやらなくなったのは勝利です。 WTR さん、オンラインカジノの依存から抜け出せた。それも勝利です。ギャンブルの悪霊から勝利しました。ギャンブルの悪霊から勝利しました。その勝利は、大きいです。その勝利は大きいです。十字架の死を強調するが復活を言わない。いえいえ、そんなことありませんよ。イエス様が復活したことは私たちの模範です。私たちも、死んでも復活します。死んでも復活します。イエス様は、死なれたけど命の方です。イエス様は復活の神様です。桃花さん、イエス様を信仰しリストカットにやめられ、敗北人生から、霊的に勝利に変わりました。イエス様の栄光を表す人生を歩めることを心から感謝します。桃花さん、よかったですね。桃花さんもイエス様によって敗北人生から勝利人生になってきました。勝利人生です。私もそうです。私も、アル中のようなものでしたけど、今勝利人生です。私もお酒をやめることができました。タバコをやめることができました。私もいろいろな悪いものをやめることができました。しかし今私はイエス様を述べ伝える伝道者、イエス様を述べ伝える伝道者として歩んでます。それは、私の人生の勝利です。私の心の勝利であり人生の勝利です。それは自分の力ではありません。イエス様の十字架によって、イエス様の十字架によって、私も、勝利したのです。十字架のおかげです。十字架のおかげで私も力強く歩んでます。悪魔に勝利しています。悪魔に勝利しています。天国ポイントために来ました。アメン。そうです、皆さんが、放送を見るために、天国ポイントを貯めています。私たちは天国ポイントを貯めています。天国の報い、それがとても大事です。多くの人はこの地上で虚しいことをしていますが、この地上で宝を貯めようとしていますが、残りません。この世の宝は本当の宝ではないからです。天国の宝が本当の宝、天国の宝が本当の宝です。悪魔とは何ですか？悪魔とは人殺しで、嘘つきで、破壊者で、神様に敵対するもの、神様から敵対する、元天使ですね。元天使。近所さん、この世の財なんていらない、貯金はいらないです、いらないですか、天に貯金をしなさいとイエス様はおっしゃいました。天に貯金をする、それは、残る貯金です。ですからイエス様はこの世のもので、この世の財で天に宝を積みなさい、天に宝を積みなさいと言っています。天使がなぜ悪魔に、そこはちょっと難しいところです。私も知りたい。私もなぜ天使長が悪魔になったか、そこは分かりません。将来天国に行った時に、イエス様に
たいと思っています。なぜ天使長が、悪魔になったか、神様の特別のご計画があるのではないでしょうか。ジュデロンさん、神はなぜこの世を滅ぼすんでしょうか。この世が悪の世界だからです。悪魔の世界だから、悪魔によって、この世が汚されてしまった悪に満ちた世界。私たちは悪いものを捨てたりするじゃないですか、汚いものを捨てるじゃないですか。それと同じです。神の目から見たらこの世は汚れています。神の目から見たらこの世は汚れています。神様はこの世を滅ぼします。そして悪魔に聞き従って、神に聞き従わないで悪魔に聞き従う人間も滅ぼされてしまいます。ですから私たちは悔い改めて、私たちは悔い改めて悪魔に聞き従わないで、イエス様に聞き従います。モーコさん、今世界的にものすごく気温が高くなっているのは神の怒りでしょうか。温暖化かどうかは私にももちろん分かりませんが、異常気象であることは確かでしょう。それはやっぱりこの世の滅びが近いということ だと思います。ますます、天変地異が起きます。ますます異常気象になっていくと思います。それは聖書の予言です。聖書の予言です。ですから、私たちはこの世が滅ぶものだとして、私たちは今神の国を求める必要があります。それは私たち自身が神の御心を行うと同時に伝道して神の国民を作ることですね。神の国民を作ることが大事です。ゆうさん、きゅうちゃん見てもらえないと間違っているのではないかと不安になります。いや、ゆうさん大丈夫ですよ。ゆうさんのコメントごめんなさい。なんか、イエス様のことを思いながら日々を暮らすことが自然にできるようになりました。アメン、アメン。イエス様のことを思いながら日々暮らす、素晴らしいですね。それが信仰です。ゆうさん、それが信仰です。イエス様のことを思う日々、イエス様の思うことを思う日々、それが信仰です。それが信仰です。私たちは、イエス様と交わり、イエス様に近づき、ますます、光を受けます。神の力を受けます。そしてその神の力で私たちは歩み伝道します。自分の力では悪魔に勝てません。でも、イエス様の力で私たちは悪魔に勝つことができます。近所さん、キューちゃんが日本に一言申したいことは何ですか。日本がイエス様を信じて、日本が救われてほしい、罪を悔い改めてイエス様を信じてほしい。そして、日本がイエス様を受け入れるならば日本は救われ、イエス様の国になると思います。ですからまず皆さんがイエス様を信じてほしいと思います。皆さんが信じるときに、皆さんの信仰によって、救いが広がると思います。それではファイナルメッセージですね。ファイナルメッセージ、
モーコさん、聖書の予言は必ず成就するので、もっと悔い改め、目を覚ましていたいです。この伝道放送は霊的に目が覚めます。アメン。そうです。サタンはですね、私たちの信仰を奪い取ろうとしています。私たちは熱心に歩まなければ、サタンに負けてしまいます。私たちはサタンと戦っているのです。サタンと戦っています。私たちがイエス・キリストを信じることが勝利と書いてあります。イエス・キリストを信じることが勝利。イエス・キリストを信じることが勝利。信じないことが敗北です。イエス・キリストを信じないことが敗北です。ですから皆さん、私たちは今信じています。今イエス様を信じて、私たちは勝利をしています。ですから勝利から勝利。勝利から勝利。悪魔に打ち勝ち、そしてその勝利を拡大する必要があります。 LTL は過激派ですか？過激派といってもですね、暴力とかそういうことはしません。信仰に熱心であるという意味だったらばそれは OK でしょう。でも、暴力的な過激派、歪んだ過激派ではありません。近所さん、イエス様を信じることが絶対勝利です。悪魔に勝ちたい、その通りです。アメン。マルコさん、イエス様、みんながあなたを愛しています。アメン。アメン。アメン。はい、それじゃあ招きをしましょう、ね。今日の放送を見て、今日の放送を見て、自分の心の中で悪魔に勝ちたい、悪魔をやっつけたい、自分の人生で悪魔をやっつけたい、そして日本において悪魔をやっつけたい、悪魔に勝利したい、悪魔に勝利したい、自分の人生で悪魔に勝利したい人、アメンと言ってください。自分の力では勝てないけれども、イエス様の力、イエス様の力で勝利したい人、アメン。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 ちょっと角笛は向こうなので、ちょっと角笛のとこまで戻ります。ちょっと待ってね。ちょっと角笛を吹きましょう。ここは多分吹いてもいいでしょう。はい、じゃあ人に迷惑をかけない方向、人のいない方向に向かって、勝利の角笛、悪魔に勝利、悪魔に勝利角笛。悪魔に勝利です。悪魔に勝利です。天皇と様、感謝します。私たちは以前悪魔に負けていました。悪魔に負けてましたけど、
今悪魔に勝ちたいのです。勝利したいのです。イエス様どうぞアメンといった方々が心において人生において悪魔に勝ちますように、悪魔に勝ちますように、勝利しますように、悪魔に勝利しますように。どうぞ日本が悪魔に勝利しますように、悪魔の支配からイエス様の支配になりますように。イエス様どうぞどうぞ勝利をください。私たちに勝利をください。十字架の勝利をください。日本に悪魔に対する勝利をください。悪魔を退けてください。悪魔を縛ってください。悪魔を縛って私たちが勝利の喜び、勝利の喜びを味わうことができますように。心において勝利、人生において勝利、全てにおいて勝利が来ますように。私たちが行くところが勝利になりますように。祝福となりますように。神の力が溢れてきますように。神の力が溢れ、神の勝利が溢れる人生、悪魔に打ち勝つことができますように。悪霊が出ていきますように。悪霊が退け、悪魔が出ていきますように。イエス様お願いします。勝利をください。あなたは勝利者。私たちもイエス・キリストを信じる信仰によって私たちも勝利者です。あなたは勝利者です。そして私たちも勝利者です。主を感謝します。十字架の勝利を心から感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン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 。皆さん、今日も勝利です。今日も勝利の日にしましょう。皆さんも勝利の日です。今日は勝利の日です。ありがとうございました。それじゃあまた夜8時に7時に7時にお会いしましょう。シャローン。勝利の日々を送ってください。勝利の日を送ってください。シャローン。シャローン。